皆さん、おはようございます。朝です。めちゃくちゃ朝ね、寝起きですね。はい、今日は今からね、チャボの病院に行きます。動物病院ですね。はい、チャボ、みんな、行けよ。ごめん。先日ね、2歳になったチャボだよ。ごめんね。はい。はい。こっち。なんか最近どっちの目かな、片側の目にすごくさ、目やにがついちゃっててさ、なんか目がこうなっちゃってる時がね、こう目が片目が開かないみたいな。だからなんか先生に見てもらおうかなと思ってね。姉ちゃん、あとはなんかまあ先生から見てね、特になんか異常ないかとかも見てもらおうかなと思ってね。危ないよチャボ、そこ危ないよチャボ、みんな。え、半年ぶりぐらいかな。ね、行こっかチャボ、先生とか。そう、俺がさ、昨日帰ってくるの遅くてさ、俺ギリギリまで寝てて、ちょっと急がないとさ、病院閉まっちゃうから急がっか。よいしょ。じゃあちょっと病院行ってきます。はい、ちゃんと映ってんのかな。車に来ました。カッチカッチがうるさいね。はい、見えるかな。行こっか。行きますよチャボさん。はい、出発します。チャボドライブだ。そう、チャボはね、車の揺れが多分弱いからさ、俺いつもこうやって運転してるんだよね。なんか少しでも揺れがいかないように、なんかそう、なんか本当はさ、クッション材とかあればいいんだけどね。腕クッションですね、衝撃をここで吸収してみたいな。姉ちゃんも揺れ嫌だもんね多分。で、俺のコーナリングが早すぎてね、 GoPro が吹っ飛んだら、もう直せませんね。両手塞がってるんで。よっ、ゆっくり行こう。多分1時まで病院受付してて、今11時半、12時ぐらいに着くかな。あのね、普通に寝坊したね。兄ちゃんもアラーム30個ぐらいかけてたんだけどさ、起きれないね。やっぱ昨日朝の4時ぐらいに家帰ってきたのかな。そう、もうね、眠いね。よいしょ。あ、じゃあ僕毛づくろいしてる。こうしてる。かわいいね。眩しい、もしかして。下に行こうか。じゃあ見えないね、チャボが。チャボ見えないってよ。でもなんかやっぱそこの方がいいか。日陰だもんな。日の光やっぱ好きじゃないのかな。ちょっと信号で止まったら。じゃあ席座ろっかチャボね。元気だ。ガジガジしてる。元気だ。はい、元気いっぱいだ。皆さん、よければね、おすすめのハムちゃんグッズとか、このおやつすごい、食いつきよかったよみたいなね、やつがあればぜひぜひコメント欄で教えてください。
この間そうチャボのおやつをさ、まあ、スパチャとか誕生日ですごいいただいたからさ、チャボのおやつ5000円分ぐらい爆買いしてきていっぱいね。まあ何度りが昨日ね、あのそんな帰り遅かったかというと、まあ、最近ね仲良くしていただいてる方にあるお誘いをいただきまして、内容がですね、白浜アランさんがクラブで DJ をする日だったらしいんですよ。白浜アランさんといえば俺がねもう芸能人で一番好きと言ってもね過言ではないぐらいね、もうほんと高校生の時から大好きな方なんですよ。そんな方がクラブで DJ をすると、うん、でその方俺がそのすごい大好きっていうのを知ってて、よかったら行きますかみたいに言われて、行きたいですって言ってね、もうね、もう10メートルぐらいの距離かな、もうアラン君いてさ、めっちゃかっこよかった、マジでめっちゃかっこよかった。でアラン君ってめっちゃ筋肉すごいわけよ。てかそう、俺アラン君に憧れて筋トレしてるのね。でうわ憧れの人だと思って見てて、でそしたらさ、もう服の上から背中の筋肉とかすげえなっていうのが分かるわけよ。かっけえと思って、でね、なんとクラブのね、もうねすごくすごくいいVIP席で見させていただけてね、本当に本当に楽しかった、マジで。クラブなんて何年ぶりでしょうかね行ったの、マジでマジでよかった。でなんかスタンディングの人も、でアラン君が夜中の1時前ぐらいかなに DJ 回し始めたのね。でなんか VIP じゃない人たちはもう並んで、もう ステージ上の前にこう並んでるわけよ。もう夜の9時から入って並んで、トイレにも行かずずっと立って待ってたらしくて、いやーすげえなと思ってアラン君すげえなと思って、こんな人集めれるんだみたいな。でやっぱり女性が多かったね。でみんなこう携帯撮っててさ、まあそのアラン君が DJ してる動画は SNS で多分いっぱい上がってるだろうから、俺はもうね肉眼でいっぱい見てきた。撮影を任せたっつってあのスタンディングの人たちね、もうほーって見てたね。1時間ぐらいやってたんだけど、1時間ぐらいずーっと俺も立って見ててさ、かっこよかったね。本当にすごくすごくいい経験をねさせていただきましたね。本当に本当に楽しかったもうあんな機会なかなかないからさ、本当に行ってよかったなって。もう興奮すぎてさ、3時半ぐらいに帰ってきたのかな、もう全然寝れなくてさマジでいや本当に楽しかったなっていうね、俺のプライベートなご報告でした。はい、病院の近くに着きました。チャボ先生に見てもらおう。じゃあね、3回目の病院行ってきまーすね、行ってきまーす。ちょうどThank you.
病院終わって、病院終わって今コンビニに来ました。よいしょ。目薬をもらって、そう、目薬もらって、なんかまた目についちゃってたら目薬してあげてくださいって言われて、で先生から見てもすごく元気だねって言ってもらって、でなんか痩せすぎず太りすぎず体重もちょうどいいということでね、よかったねチャボ。はい、そして今回もね、じゃじゃん、これ編集しねえんだった、これ編集しねえんだった、映ってっかな、なんか光がすごくて、野菜スティック、おやつおやつチャボ。そう、今お昼だからさ、チャボとお昼ご飯を食べようと思います。あ、ちょっと開けられない、ごめんねごめんね。うっ、チャボ病院でもさすごい元気でさ、このケージ開けてあげたんだけど、そこからさすごいいっぱい出てきちゃったね、元気だったね。でその先生が体重測ってくれたんだけどさ、そのちっちゃい、なんて言うんだろうな、容器っていうのかな、そこからもさ飛び出ちゃって、元気だねって言ってもらってさ、元気なんですって言って、あ、チャボ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 、健康的だって、よかったね。ほら、あれ倒れちゃうのか。お昼ご飯だチャボ、見えないよチャボ、チャボこっち、こっち向いて食べてほしいな、ほらチャボ、こっちこっち、あれ、いらないのも、いらないの、いらないの、お腹いっぱい、いらないの、え、買ってきたんだけどチャボ。ね、あ、チャボ、いらないって言っちゃった、チャボいらないの、ほらここ置くよ、ほら、あ、チャボチャボどこ行くの、危ないよ危ないよ、ほら、あ、チャボ人参食べちゃうよ俺、チャボ危ない、元気なんで映ってるか分かんないけど、すごくね活発ですね。じゃあお家で人参あげるよ、お家で、ほら帰ろっか、じゃあごめんね、顔見ちゃう、ほらほらチャボだよっつって、元気って言われたね先生にも。はい、くしゃみだぞ、はい、くわーくわー、なんか隣の車がドゥン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 言ってるね、チャボびっくりしちゃうね、ひっくり返っちゃうね、びっくりして、じゃあ帰るかね、はい、うん、食べてる、開けると外出たくなっちゃうのかね、え、探検したくなっちゃうな、帰ろっかな、じゃあ帰りますね、元気って言われたし、すごくそこは安心でした。なんか先生から見てなんか悪いとことかなさそうですかって言ったら、まあ、毛がやっぱちょっと薄いところぐらいだから一応じゃあそれの薬も出しとくねって言われたので、特にね体調的にはすごく、年齢的にもすごく元気な方だねって言われたので、よかったねチャボ、じゃあ帰ります、じゃあまた次の動画でお会いしましょう、アクション。